今日はね、あ、メールとかチャットにも送ったんですけど、今日は福岡撮影中のロケでひじりと行ってきました。6時過ぎ、朝の6時過ぎくらいに起きて行って、そっから朝メイクしてとある場所行って、外でロケだったんですけど、長袖長ズボン帽子までかぶってたから日焼け止めも塗ったりして、あのなんとか日焼けしないように頑張ったんですけど、とりあえず今日はスキンケアをしっかりして寝たいと思うんですけど、とにかくそう結構お昼過ぎくらいまでやってましたロケ、炎天下の中とある場所へ行って体験してきました。なので福岡撮影中をね見てください。公開されたらそうどういう内容になっているか、どんなことを体験したのか、ぜひ。公開まだだと思うんだよね、もうちょっと後だと思うんですが、もう疲れました今日は。そう、ポストカード、チャットのポストカードがちょっと届き始めてる可能性があります。皆さんポストを確認してみてください。届いてるみたい。なんかそう、あの私博多誕生会でメッセージ書いたやつの方が先に書き終わって、しかも提出しっかりしてるのにチャットのやつの方が先に届くってなんでですかね。めっちゃ後に書いたんだよチャットの方が。そうニコ生の方があり結構な枚数書いてますし、だいぶ先に書き終わってるから先に届けたかったのにチャットの方が最初に届いちゃってるからおかしいんですよね。そう博多誕生会マジでなんで。あーそっか、ニコニコさん確かに攻撃されちゃったからかな。じゃあそれが原因かもです。すいません、ちょっとマーキュリー側の問題かなって思っちゃったから申し訳ないと思ったけど、まあニコ生さんの影響もちょっとあるかもしれないので、どうかお許しください。4月、え、いつ終わったか、でも春ぐらいに終わってた気がするんだけど、あれいつやったかな、忘れちゃったね。すいません皆さん、待っててください。待っていてくださると嬉しいです。ニコ生夏休みないね、私はないね。5月中旬か、5月中旬に終わってたか。すいません本当にね、ちょっと申し訳ないんですが、いろいろちょっといろいろな影響を受けてる可能性がありますね。早く届けたいな。もう私にはできることがないので、あとはもう届くことを祈ってる。早く、一日でも早く届くことを祈ってる。そう台風も近づいてるからさ、29日の逆上がりね、ちょっと危ない可能性ありますね、ワンちゃん。書く気ごと、もうね、でも人数も少ない気もありますね、ちょっと確かに楽しいけどね、あれは。そう木曜日公演なんだけどね、どうなんだろう、なくなっちゃうかな、もしかして。こんばんは。うん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 、飛行機がね、でも
撮ってくださってる方もいるからさ、ちょっと、これちょっと本当に公演がどうなるかわからないので、皆さんでも本当に中止になる確率の方が高いかもしれない、このまま行くと。でもまだ何も大人の方から何も聞いてるわけじゃないんですけど、そう、なのでちょっとわからないけれども、あのやっぱ台風で公演が中止になっちゃう時もあったから、その予想通りに行けばね、でも予想外れたら大丈夫だと思うんだけども、そのまま綺麗に行っちゃったらやばいかもしれないです。そう、ゆっくりなんだね。なるほど。いやそうなんですよ、公演したいんだけど、私も逆上がり、いやーやだ。でもちょっと無理なく、皆さんちょっとね、最悪の可能性は公演が中止になってしまうことだと思うし、なんか飛行機とか飛ばなかったりすることもねあるかもしれないし、最悪の場合を一応皆さん頭に入れつつ、そう、よろしくお願いします。そうね、早めにちょっと情報を出してほしいというか、公演があるのかないのかは早め、絶対早い方がいいと思うんだけど、無理してきてこう中止だったら、ね、一番あれだよね。そう、もしもの時は飛行機でおしゃべり買いますよありがとう。こんばんは。メールにもねちょっとさっき送ったんだけど見て、ちょっと忘れてた、これ見せんの忘れてた。なんかお父さんがなんか UFO キャッチャー撮ってくれたらしい「ドゥラメンテ」って知ってる方も。お父さんがなんか UFO キャッチャー撮ってくる、しかもめっちゃでかいですよ。そう、お父さん撮ってくれたみたいで、なんかこの間実家に帰った時に渡されてね、そう、パパ撮ったらしいよみたいな感じで、そう、てくれたみたいで。そうなのよ、プラメイド強かった。そうだよね、キャリーケースに詰めて持って帰ってきた。こちらこんなに大きいのがね、そう、そうだよね、強かったんだよね。お父さんね結構ね、ロンダービーって言ったの、大馬結構詳しいというか好きだから、あ、これはもう手持ちはちょっと恥ずかしいのでキャリーケースに詰めて持ってきたよ、さすがにね。そう、そうなんです。
そうそう、大場のお仕事もね、父さんもね、おじいちゃんもね、喜んでくれますね。そう、私がハマったら嬉しいって感じだったから、ずっとなんか地元のというか、まあ関東の方とかもね、競馬場あったりするしね、なんかお父さんとかと一緒に行きたいなって思うんですけど、お父さんおじいちゃんとね一緒に行きたいなって感じです。そう、でも競馬のお仕事も一つ、実はね、いろいろちょっとまた嬉しいお仕事がありそうなので、そうなので、ちょっと私もまだまだ引き続き学びつつ、そう、なんか前回ね、すごくトークショーとかでファンの方も来てくれたんですけど、トークショーとかでいろんな大人の方々が見てくださってたんで、そのトークショーとかすごく MC、 話喋りが上手ですねって褒めていただいたりすごく、そう、嬉しいお言葉いっぱいかけてもらえて、そう、次につなげれたなって思ったので、そう、また今後とも頑張っていこうと思います。そうそう、連敗中なので休んでます。私も前回のね、何日か前のやつで買おうと思ったけど、一応予想だけしとくかと思ったけど、結構荒れてた、荒れてたというか、あんまりオッズ通り行ってなかった気がして、買ってたら負けてたなって感じアイゼンはこうやって聞き取りやすいよね。私はなんか声についてはなんかよく言われるんだけど、特徴のある声、特徴的な声って言われて、なんかアイゼンの声ってすぐ分かるってね言われるんですけど、確かに私もそうかもしれない、私もそう思う。そう、でも私はなんかあんまり好きじゃないんですよねみたいな、私のね声は自分であんまり好きじゃないっていうか、なんかまあなんて言うんだろう、自分の声あんまり好きっていう人さ、なんて言うんだろうな、逆に嫌いっていう人の方が多いというか、いたりすると思うんですよ、自分の声あんまりみたいな。私もそういうタイプで、でもそういう話してたらなんか、いやでもすごくやっぱすぐ気づけるし、私の声ってすぐ気づけるし、特になんかお芝居とかしてたらすごい個性があるからいいと思います、強みだと思いますみたいないう言葉とかかけてもらったり、あ、1879ありがとうございますとか言われたり、まあそうね、まあ、聞き取りやすいって言われるのも嬉しいですよね。と声が特徴的に確かに聞かないとそうだね、自分の声嫌だよね、わかるわかる、めっちゃ寝れます
たのかな。でもね、やっぱいろんな声を持ってるよね、人間ね。うん、いい声だと思ってた。ありがとう。方言がないから方言ですね。でも私さ、やっぱ地元帰ってなんか、まあ、実家でも家族と話してるとなんか意外と私、あ、ちょっと方言チラッとね、そんないっぱいじゃないんだけど、なんかなんとかしとるやんとか、なんかそういうのは多いかもしれないって気づいた。なんとかしとるやん、とるやんとかあんまり使ってなかったの昔は。でもこうして6年目になってなんかやっぱ結構使っちゃってるなと思って、自然と。そうそう、なんかもう本当にちょっとしたね、ちょっとした部分ではあるんですけど、うん、そう、まあそんな濃くはないけどね意外とやっぱ6年もいたらね、少しこう自然と聞き慣れてる言葉とかも増えてきたのかなって思って。博多弁、そう、でもちょっと嬉しい気もするあとは福岡、東京と福岡でも東京に結構長い日数いて、で福岡帰ってきたってなったら、でもどっちが安心するんだろうってなったけど、もちろん羽田空港がね、私はまあ地元というか元々の空港だったんで、いつもそこ羽田空港から飛んで、で羽田空港に帰ってくるだったけど、今はもう福岡空港から飛んで福岡空港に戻るっていうさ生活になってるわけだけど、やっぱなんだかんだ今なんか福岡空港に帰ってきた時の方がちょっと安心じゃないけど、ああお家帰れるっていうねその感覚。なんか別にそう、実家は実家ですっごい安心するんだけど、福岡がそう思った以上になんか安心できる場所になってて、自分の中でね、そう落ち着く場所というか第二のふるさとっていうのかな。なんかでも福岡は自分の中ではそういう感じになってるね今。小学入学からちょっと、何しよっちゃろ、え、嘘え、なんだろうね、福岡ってなんかちょうどいいのかなちょうどいいのかもしれないですね。空気の香り、香りか。私初めて福岡空港行った時、あ、福岡空港に着いて外に出た時、福岡の空気を初めて吸った時はなんかすごい自然の香りしたんですよ本当かどうかちょっと曖昧な部分もあるけど、なんかあの福岡空港から山がもうなんか山がさすぐ見えたのね。それで空港から山が見えるってあんまりないから、だからすごいなんか自然を感じて、空気もなんかその自然の香りがしたんですでもそんななんか福岡空港の周りがそんななんか田舎かって言われたらそうでもないじゃん別に。
そうでもないけど山は近くに見えたからすごいってなって、空気違うってなった。羽田空港からは山とかも見えないし、なんか自然な匂いはあんましないから、やっぱ違うと思うね。まあ私の初めての感覚が正しければね。今はなんかあんまりなんかあんまり深くこう意識してないからあれなんだけど、初めての感覚っていうのはちょっと覚えてるかもしれないです。そう、意外と自然近くてびっくりしたね。それが一番のびっくりだね。あれを最初の、慣れたのかも。すごく慣れたのかもしれない。平野ですね。確かに町も近いもんね。まあそうなんだよ、すごいんだよ。どうなってる福岡。どうなってる。降りた時は迷ったな。私ね、でも第一ターミナルと第二ターミナルのなんかが最初分からんくて間違えましたね。最初の時はえみたいな、もう連絡バス乗らんとやんってなったね。福岡空港はまあ国際線と国内線でちょっとね違うけど、まあでも羽田は確かに迷うかもね。24時間テレビ2年目だし、福岡の顔ですもんね。福岡の知名度を上げたいですね。便利ですよね、どっちもね。ラーメン滑走路、街の中にある空港は珍しいんだよ。でもさ、その分なんか福岡空港ちょっと早いよね。閉鎖されるのが早いんだっけ、じゃなかったかな。あれどうでしたっけ、門限が早いん、確かね。そうなんだよね。その点ちょっと大変な部分もあるよ、たまに仕事の都合上。成田行ったことないですよ私。そう、騒音問題とかもあって、ね、門限22時。かわいい門限。ちょっとそれが意外と、なんか仕事のあれでなんか影響を受ける時はある。うわーみたいな。そうちょっとね、遅い便がないっていうね、帰れないっていうこともあったり、そう北九経由してみたいなね。経由もね大変ですから、割とまあ時間はかかってしまうんだよね。成田はそう、なんか成田はね行ったことないんですけど、愛理はそのお父さんとか弟とかがなんか福岡来た時に成田空港を利用したらしいけど、なんか結構大変だったらしくて。そうだから成田に近い人はまあいいとは思うんだけど、結構大変だったから疲れちゃったらしいの。だからもう羽田の方がいいって言われた前では。でもね、成田から行った方が安いのかな、どうなんだろうね。なんかちょっと飛行機のあれも違うもんね。会社なんか便がねいろいろ違ったりあるんだよ。そう東京まで、ね、そう行くのが、そう成田からちょっと遠いかな。
いや、そうなのよ。安いなって思うんだけど、成田の航空券とかの方がなんか安ってなって引かれるんだけど、なんだかんだその東京とかに行くってなるとアクセス結構長い時間がかかって、まあ乗り換えたりとかいろいろするかもね。まあ私ちょっと利用したことがないので、ちょっとね、いずれあるかな。そう、いやアナがね、確かに、うんうん、ジェットスター、うん、ジェットスターね。私が初めて羽田空港から福岡に乗った飛行機はスターフライヤーですね。どうでもいい話、どうでもいい情報です。私が初福岡行きのチケット自分で取ったのはスターフライヤーです。マーギリア穴が多いよね。そんなことないね。うん、意外といろいろ乗ってるよ最近というか、ここ1、2年、ここ1、うん、なんか穴が多いっていうか、マーキュリーが選んでない時もあるんだよね。先方の大人の方がこう手配してくださる時は穴の時とかあったり、 JAL の時だったり、まあいろいろ。マーキュリーが手配するとき逆にアナじゃないかも。うん、昔はアナが多くてずっとアナだったんですけど、なんかもうここ 1,2 年くらいからちょっと変わって、そういろいろ乗ってるんだよね。うん、そうなの。だからマイルたまんなくなっちゃいました。そうアナのマイルたまんなくなっちゃいました。そうなんだよ、いろいろね。うん、まあ JAL とかスカイマークも増えてます。そう JAL とかも最近結構乗ってるんだよね。そう割とね、だからまあなんか日によってその時には全然違うんだよ。そうそう、アバターもらった、ありがとうございます。好きな航空会社とかある？好きな、うん、特にここが一番好きですみたいな、あんまり推し航空会社あんまない。箱推しです。だってどの航空会社さんもなんかね、好きな、好きな、難しいね。うん、あ、でも、あ、でも JAL って、あ、そう、寝ちゃうからさ結局。でも JAL って映画見れますよね。アナも見れるか。なんかね、 JAL かな、なんか最新作見れるんだよね、 JAL かな。映画とかマジで最新作、ほんとこの前やってたやんみたいな映画もめっちゃやってるんだよ。すごいよね、そこはすごいなってすごい思ったね。あ、でもまあ機種、その乗るやつによる、乗るものに、乗る飛行機によるんですけど、そうで大体こうスタートして何分後かに寝ちゃってるんで、あんまり最後は見れたことは一度もないんですけど、なんか最新作あるってだけでちょっとうおーとはなる。最初にうおーすごっこれあるやんってなるの。なるね。全部見れない、寝ちゃうもんね。
でもアナも確かにアナもあるのかな。アナとかジャルは確かなんかそういうのあるイメージだね。でもその乗る飛行機によってはあのモニターがついてない時もあるよね。それはそういいところで終わるね。確かに。アップグレード、そうなんだ。どんな体勢？もうそのまま。まだ離陸してないんだけど順番がね、搭乗が、あー分かる。ジェットスター、あージェットスターだから乗ったことないんだよねまだね。そうそう、うんうん。なんかピーチとか、あれ乗ったっけピーチ。いや乗ってないね。ピーチにも乗ってみたいです。うん、アイマスク使わないか。面白い飛行機トークてなわけで、ちょっと明日、明後日もね、とある予定がありますので、皆さんちょっと台風とかの進路はちょいちょい確認しながらよろしくお願いいたします。明日もちょっと早起きかな。みんな、あとそうね、ハイタッチ、18枚目のやつも再開してるのでぜひお待ちしてます。皆さん残りわずかも4つあるので、気になった方はちょっとポチってみてください。ではランキングを見ます。13位のぐっちゃん、12位バラさん、11位ありまるちゃん、10位ズッキーさん、9位おかゆさん、8位うめっちさん、7位むじゃさん、6位ぞうきんさん、5位まっちゃん、4位やくさん、3位たーたんさん、2位フォクピグさん、1位だいちゃん、ありがとう。だからな、誰かさ、質問箱のこの前の質問箱で3呼び、久々に3呼びしてほしいですみたいな方いたの。誰かはちょっと分かんなかったから教えてください、個人的に。ではありがとうございました。皆さんおやすみなさい。明日ね、みんなありがとう。